ジョバンニ・マルティネッリ、ジョバンニ・マルティネッリは、1920年代から1940年代にかけて活躍した、イタリアのテノール歌手である。輝かしい高音、ドラマティックな表現に優れ、主として、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で活躍した、ベネト州モンタニアーナに、縦グ屋の息子として生まれる。同時代の同郷出身者には、トスカニーニに徴用され、 ミラノスカラザで活躍したテノール、アウレリアーノ・ペルティーレがいる。マルティネッリは20歳の時を応召し、軍楽隊でクラリネットを吹くことになったが、音楽を学ぶ過程で声楽の才を見出され、除退後はミラノで声楽の研鑽を積むことになった。オペラの初舞台は1908年、地元モンタニアーナでのベルディ、アイーダでの早く。地方の初歌劇場への出演の後、 1910年12月、ミラノ・ダル・ベルメ劇場でのベルディ、エルナーニ大名役での成功からそのキャリアは飛躍の機会を得た。1911年には、プッチーニ、西部の娘のイタリア初演のためのオーディションによる審査に合格、同年6月12日の同初演を成功させた。1912年には、ロンドンコベントガーデン王立歌劇場、 ミラノスカラザへのデビューを果たし、1913年からは、ニューヨークメトロポリタン歌劇場のメンバーとして、活躍した。メトでは、大テノール、エンリコ・カルーソーに後輩として、可愛がられ、カルーソーの死後、マルティネッリはその後継者として、メトの主要、テノールパートを演じることとなった。1920年代後半からはドラマティックな、性質の役に特化することでその地位を、 不動のものとした。上述のカニを役に加えて、プッチーニ、トゥーランドットカラフ、王子役、ベルディ、イルトロ・バトーレ、マンディー・コ役、ドー、アイー・ダラダ・メス役、ジョルダーノ、アンドレア・シェニエ・表題役などの評価が高く、特に1937年、52歳の時マンを持たして挑戦したベルディ、オテロ・表題役は模範的な歌唱とされた。 1931年から開始されたメト上演の生中継放送でもマルティネリは常連の一人であり、上記演目の多くはライブ録音として残され、その金属的な高音、深い声質の中央に行き、歌詞の聞き取りやすいディクションを知ることができる。リハルト・アーグナーのヘルデンテノール書役にもマルティネリは挑戦を熱望しており、実際彼の性質はそれにふさわしかったと想像される。 シカゴでただ一回、名奏プラのキルステン・フラグスタートと共演して、ワーグナー、トリスタンとイゾルデのトリスタン役を演じたが、彼の本拠地メトでは、同時期に世界最高峰のヘルデンテノール、ラウリッツ・メルヒオールが君臨していたこともあり、マルティネッリにワーグナー・オペラの機会は与えられなかった。マルティネッリは大恐慌の影響からメトで大幅なギャラ削減が行われた1933年、 ヨーロッパの情勢悪化により多くのイタリア人歌手が帰国した1939年のいずれにおいてもアメリカに泊まり第二次世界大戦中もメトで歌い続けた。1913年のデビューからメトでの最後の舞台1946年までの間、彼は延べ38の演目926回の舞台を踏み、まさに中心的なテノールとして君臨していた。 第一戦から退いた1963年11月には、マルティネッリの長年の功績を検証し、彼のメトデビュー50周年記念柄コンサートが、メトでも用されている。マルティネッリの最後の舞台は1967年、シアトルでのトゥーランドットにおける皇帝アルトゥーム役であった。82歳のマルティネッリは、舞台後の挨拶でと述べたのだった。1969年、 ニューヨークで亡くなった84歳、ありがとうございます。